橋本五郎海流艦事件1あの工業地の B 市から汽車に乗って南へ下ると約1時間、離底30マイルばかりで G という三島駅を通るがもしそこで下車して今度は自動車でさらに15分ばかり海岸に沿って西に走ると。 あまり有名ではないがとにかく避暑地海水浴場とされているバツバツなる田舎町に達するその東西に伸びたひょろ長い一筋町をまた徒歩にして30分足らずさらに西へ向かって突き抜けると岬と灘を背景にして潮風に古口色を呈したままわずかな松林に体裁を保って立った和洋折衷の一頭に出る 海流館というのはこの旅館のことなのだがお話はある日12月中旬の夕方珍しくここへ2人連れ2組の新酒客がまるで何かを競争するような勢いでもって同時にタクシーを乗りつけてきたという事実から起こった旅館であってみれば自動車であろうと徒歩であろうと客のあるのに不思議はないがだが 9月という声を聞いてさえもう客らしいものの姿を見ない枯れたようなこの町としては水尾一方の海流館としてはそれは決して長場のみに取り扱われる話題ではなかったいえば主人それ自身さえもがこのことにはちょっと気持ちを新しくさえされた形だったのだところがその形はさらに おのおのそれらに二組の客がそそくさとお決まりの一風呂を浴びたあとにこれもせくらしく主人を呼んで一つの相談を持ちかけたその相談の内容によってまた一倍の不審をまされたどうだ、この家を俺に売らぬか。というのが実にそのいずれもの客のこの突然の高麗 寒気を犯して田舎町に自動車を飛ばせた目的だったのであるそして3番の客まだどちらも30前と見える風采はそれほどでなく職業も想像のつかぬ2人の男は1万円出そうというのだった主人の方でも前々からひょっとすれば手放そうかという気持ちがあれやこれやのふにょいからないでもなかったのではあるが ぐっとよく目に見たところでせいぜい5,000か6,000かの代物家財道具一歳を入れたところで7,000円とは上るまいそれを最初から1万円ところが不審はまた7番の客これは一人は四十年配よく超えたいかにも実業家らしい丸顔の紳士と 反対に頬骨のとがった秘書らしき青年が「俺の方ではもう2,000円増して1万2,000円ではどうだ」と来たのであるところがまた3番の方はそれを聞いて「何向こうが2,000円ならこっちは3,000円にするぜひに俺の方へ手を打ってくれと」とだがまた7番の方も負けてはいず よしじゃあ俺の方は1万5 0 0 0円も差がありゃ文句はなかろうとそして3番が増せば7番も増し主人は単に10軒に足らぬ曲がり廊下を往復するのみでもって実にこの古すすけた田舎宿は一夜のうちに2万という恐ろしい呼び根にまで上がったのであるだがたとえそれが別荘にする。 あるいはまた旅館を続けるといった理由があったにしてもこのまことに異常な現象がそのまま主人の心に入るはずはないともあれすぐにお返事をするわけには行きませんから主人がそう両方の客の前を取り繕ってさて開花に降りて長火鉢の前に陳使したのも無理ではなかった一体 なぜに突拍子もなくこんな時こんなにも2組の客がやってきてしかもまるで喧嘩腰しで1万2万とこの古屋台を買いたがるのかこの疑問に対して主人の頭に上った考えは3通りあった第1は「海流館そのものの建築様式それが何かに利用せられるのではあるまいか」 ということだったこの家は元猿西洋人の設計になったものでそれがどうかして日本人の手に移りまた第二の日本人に移り三に移りその度に看守の都合で手が加えられて海上海す全て合わして二重とは部屋数もないのであるがその間取りとか出入りとか部屋と部屋とのつながりとかが 現在では妙に大会的に出来上がっているのである主人にさえまだ飲み込めない箇所などもありもし何か事を構えるような人間にとってはまんざら無価値ではないとも思われるのだったしかしこれは欲目だとも主人は思った言うところの2万円があればそれがこんな田舎であれば数頭これに劣らぬ建築もたやすい 第3に浮かんだ考えというのは近く何かの事情でこの土地一帯が急激な発展をする時価が上がるしたがって家屋の値段も冒頭するということだっただがこれも一応は自分がこの家を買い取った当時にまで遡っていろいろと考え回してみた主人の見識にも何らそれらしい原因はつかめなかった。 そして最後にはそれらの考えのどっちでもないとすればあるいは死後宣言にしか踏めないこの家屋自身が何かまだ知られていない特別な価値とでもいったものが秘せられてあるかとふと主人は妙な想像にぶつかったのだったそれはまことに子どもらしい空想のようでもあったが 最もこの問題には格好な答えでひょっとすれば西洋の小説などにあるあの隠された財宝なんてものがやはりこの家にもあるのではないかという一時だったそうだこりゃあうかうかとは手放せないおいおい主人は初めてふっと一安どの面持ちに帰って 一大事と言わんばかりに女中を呼んで命じたのだった。離れへ行って、斗真さんにすぐ来てもらうように言っておくれ。2。女中が去って間もなく呼ばれた青年が入ってきた。懐でのままのこの斗真くんというのはすでに半年以上、その離れの五条。 物置に手を加えたもので外見には到底人のいそうには思われないに陣取って創作とかいうものに余念のない変わり種なのであるがしかも当宿以来いまだかつて一度も祝料を支払わない自然として現在では客としての待遇は防止され先生または単に 離れれのの名称を持ってて親しまれているる。人間なのであるだが主人としてはその「子供のない」という寂しさも力を添えていたのではあろうが妻女の愚痴などには頓着なくこの青年の静かな性格や貴族的な態度に愛を感じて「歌人同様」もっと突き進めて言えば内心では養子とも許している人間であった。 で、今主人がこの青年を呼んだのもその相談相手というところからではあったが一つにはかねがねこの青年の知識や興味がそうした事件回帰などといったものに特に働くそれを思い出したからに他ならなかったまた主人の前期隠された財宝なんてロマンチックな考えも無論 このトー真君とのこれまでの接触に起因していたに違いなかったおかしな話が持ち上がりましてね青年の顔を見ると主人はまず座布団を進めてからそう生じた青年は微笑を持って壊れるままに火鉢に寄ったご存知でしょう夕方に自動車が来たのはお客が2組。 それがこういうじゃありませんか声を低く主人はどこまでも大事をとって話すのだったそう1万2万とせり上げれば私の方でもねちょっと不思議に思われるじゃありませんかどう思いますあなたはさあ土地や家屋に急な変動がないとすれば やはり隠された宝100万円もの小判でもが埋められているかもしれないこの下あたりにはははと笑いながら冬馬くんはちょっと畳の下に気を使う様子だったが今度は突然「ああそうだあの5万円だ」と吟郷に叫んで「何ですって?」 主人は本当に飛び上がるところだった青年の免状には今までにない真剣なものが張り切ってきたではないかねえ僕は今こんなことを考えてたんですよしばらく目を閉じていた斗真君はやがてそうひっそりとした小姉でもって妙に熱心に話し始めた主人は おのずと膝を進めた。3ひょっとするとこの家のどこかにあの5万円がやはりあのままであるんじゃないかと思うんですがあの泥棒の「なるほど」で？と主人もつり込まれた。 その泥棒の5万円というわけはこうなのであるちょうど3ヶ月前もう秘書の客もすっかり帰ってこれから町はいよいよ寂しくなる一方と話し合われる時分詳しく言えば9月21日の午後5時過ぎ折りかばんを持った1人の紳士が車にも乗らずふらりと来て盗宿したことがあった 商売柄主人はすぐにおかしいと感じたのであったが案にたがわずこの男は翌日の朝10時前にはもう何か付近の町で窃盗を働いたとかの嫌疑で敏腕な刑事に引っ張られていったのだところが図らずもその男が当時新聞をにぎわしていた5万円事件の犯人であったことが5日の後 取り調べ中に知れた。「5万円事件というのは読者諸君もご承知と思うが B 氏のある大工場で当日職工に支払うべき給料を10円札20円札あるいは100円紙幣もあったかもしれない取り混ぜて銀行から持ち帰っていたところをあの新聞記者という手で持って しかもその山本何がしと称する泥棒は面白いことに犯罪は白状しながら当の5万円についてはこうも口を開こうとしないのであったで道路の警察官たちは主樹脳症を絞った末に害事件が発生したのが21日の午後3時幾分 山本がこの旅館に投じたのがその5時過ぎ。とすれば山本は工場を逃れた後、時間的には G までの列車とこの町までの自動車と残り若干の徒歩行のほか伊豆区の地へも立ち寄ってはいないという実に明白な推理から「第5万円は少なくともこの町海流館のどこかに隠されたに違いない」。 という意見で、実に30時間もの長寿にわたりこの家の内外文字通り美に入り才をうがって調査したのであったがついにネズミ1匹をさえ見いだすことができなかったそしてもちろんその5万円の在りかは現在に至るまで依然として不明なのである。で、と トーマ君は続けた。今気が付いたんですがいくら刑事たちが調べたにしろ発見できなかったにしろその泥棒が工場からここまで他にどこへも立ち寄っていないというのは動かすことのできぬ事実ですからまた挙げられたのが翌朝ですから夜中に外出しなかった限りはどうもこのうちに隠されている理屈じゃありませんか。 なるほど。とすると。主人は粘い唾の塊を飲んだ。とすれば何らかの経路からあるいはまたほかの秘密な方法によってその事実を隠しした人間が「待てよこれはどこかみんなの座がに縁遠いところやはり地の中なんかに埋めているかもしれない。 客間などなら別に家全体を買わなくてもいいわけだから床の下でしょうかとにかくこれはすぐに売るとか売らないとか言わないで今しばらく買い手の様子を見ていちゃうどうです僕も面白い事件だからできるだけは調べてみますがあの泥棒が止まったのは10番11番の部屋でしたね確かええ11番。 かというのは注文だったんですよねええー、先方が言ったんですよ2階は嫌ってとにかく調べてみましょうそして青年は帰っていった主人も床につくことはついたが閉じた目の中に連想が渦を巻いて一時を聞いてもまだ寝つかれなかった夢には 札びらが地中に光った。四。翌朝客たちが起き出たのはもう九時に近かったが彼らは主人の気持ちなどには頓着なく再び不思議な買い取り船を演ずるのだった主人が廊下を往復するたびに我が海流館の奇怪な値段は さらに2万を1千円2千円3千円と通り越して終わりに正午前には4千、五千、5 2万6千円とまで競り上げられた2万8千円7番の客はもうこれきりという風情を見せてさらに総2二千円を付け加えた私の方も。 それはもうお願いしたいのは山々でございますが何分にもそのあちらのお客様もございますので主人はいずれの客に対してもそう答えねばならなかったゆうべトーくんからの勧めがあったばかりではないいや今はすでに自分一個そのトーくんにさえ注意を払わなければならなかったのだで 客たちの目からどうかしてその真意の破片でも聞き出したいたとえ一言半句であっても真相に触れたものがつかみたいとは思うのだが3番にせよ7番にせよ想像のとおり一筋縄の買い手ではなかったそれらしい口ぶりはいささかも聞くことができなかったくそー、どうしてくれるか 昼食の禅に対して主人は一人沈黙したとそこへ変わった足取りで斗真君が入ってきたが主人はそれに対して昨夜ほどには動じなかったやっと真相を知ることができましたよやはりあの5万円なんですえ主人は真に今度は驚いたのだった じゃああれはそのための手段だったのであろうか裏切りではなかったのだろうか僕はどうかして買い手の腹を探りたいと思って夕べも帰ってからいろいろと考えてみたんですがふとあの二階の便所の奥が半間右へ曲がって廊下の角へ抜けていることを思い出して あそこはちょうど3番の部屋の押し入れの裏にあたるんですから3番の押し入れのええ板1枚で押し入れなんですで今朝から裏の階段を上ってそこに隠れて聞いていたんですがあの3番の客は何か山本と関係のある人間なんですね一人が「山本は油紙に包んで入れた」ってんだから大丈夫だろう と言うと他の一人がそれにしてもうまく作業が始まってたんだな翌朝起きてみりゃちゃんとコンクリで固めてあるなんざちょいとできないゲートだぜ3番目と言ったんだなとこんな話を小声でやってるんですそれを聞いて僕は全部察しがつきましたからだが ここまで聞いていた主人の表情にはすでにかすかにそのトーくんの説明に対する何か不別に似た色が動いていたもうこれ以上は聞く必要もないと思って引き返したんですがどうです思い切って売っちまっちゃう。なるるんですかいやね、3番の話をよく考えてみると、 そのコンクリウンヌンというのはこの台所までのたたきのことではありませんかそらあの21日には地ならしをしてあとは明日って敷石だけを置いたでしょ翌朝僕が起きてみた時にはもう立派にセメントが塗ってありましたよ。職人ってものは朝が早いなあ、と僕は感心したんですからね。でだから泥棒はあの夜 人に知られぬようにこっそりと起きてあの真ん中の敷石の下に敷石は5枚ですからその油紙に包んだ5万円を隠して11番の部屋はちょうど都合のいい位置にありますからで翌朝起きてみるともうカチカチに固まっているでしょこいつはうまい泥棒はそう思ったに違いありませんよ あげられたとき素敵に落ち着いていたじゃありませんか。ねだから、5万円はその敷石の下に。こうは考えられませんかまったく。それになぜ売れっておっしゃるんですでもね、その敷石の下だとしたら、もうないことがわかっているんだから。ほら、一月二月前、 水道の工事が始まったでしょこの町では初めての施設だからみんなが騒いだじゃありませんかあの時ここへも甲府が来てちょうどこのたたきをずっと敷石をあげて掘ったあああなたは B 市へ行って留守でしたね僕はそばで見てたんですせっかくのたたきをまた壊すのかと出なかったのですかええ何も。 だからそんな5万円なんて大きな金があれば誰の目にだってつくはずですもし僕の見落としだとしてももうその候補がこりゃあの候補が山本の一味だったかもしれないでもとにかくもうある気遣いはないお売りになった方が勝ちだと思うんですどうですかと冬馬くんの表情は主人を待った なるほどと主人は応じたが売るとも売らぬとも口には出さなかった彼の脳裏にはその問題以上にある疑問が押し寄せていたのであるしかもそれは今このトーマ君の話によってさらに色彩の濃厚なものにされていたのだ読者諸君もすでにお気づきであろう この真君によってされる最初からの推理がなお幾多の他の場合を書いているということを。主人の疑問はだがそれによって醸されたのではなかった主人の疑問は実に今朝早くふとその真く君が7番の客秘書らしい方の青年とひそひそと5番の部屋で話していたのを これはまた冬生くんも知らぬ秘密の通路からからずも聞き知りえたその内容に起因していたのだくそ、誰が売ってたまるものかだがと冬生くんが帰ったあとも主人はなお禅に向かって木工を続けたのだった 読者諸君触覚等間なる青年は果たしていかなる要件があってこの不思議な買い手の一人と特に5番なんて部屋を選んで早朝人目を避けつつも返さねばならなかったのであろうか5番は2階のまず中央に位する部屋なのであるがこの四畳半は前後左右 この建物の特有のちょっと気づかれない五六の通路が実に巧妙に交差している場所なのであるその通路の一つを彼ら客たちの真偽を探らんがためにまさに主人が使用線として図らずも聞いた当真君および七番の青年の会話というのはおよそ次のごときものであった なぜそんなことを話したのかうやむやで売らせなきゃそんなことを言えばかえって売り渋るとこれは客の青年の声それや一応はそうだが疑問の解けないうちは到底手放さないと思ってまさしく冬馬くんの声なのであっただがうまく行きそうかいまだはっきりとはしないが今日話をすれば 困ってるんだから。結局売ることにはなろう。でも僕の立場もあるし。立場って、また人道主義かいそんなわけでもないが、もう僕は嫌になった。嫌だって、これまでにしてどうなるものか。とにかく売らせろ。売らせなきゃ僕がここまで来た会がないじゃないか。と、それ以上は、 距離と小声のために聞き取れなかったのであるがこれで十分主人の事件に対するまた新しく冬生君に対する疑いの心を引き締める材料はあった不意な時不意な場所で思いももうけぬ話を聞いたならば誰しも常軌を逸するであろうが主人においてもこの時冬生君が客の一人と共謀して 自分にここをうらせようとしている、という感情をしか抱くことができなかったのである禅の前における主人の心は「当真くんがこの事件にどれほどの関係を持っているか」ということよりも以上に当人に対する憎しみの情でいっぱいであったどこに半年以上も赤の他人を置くうちがあろうか 嫌みを一言言うではなし何を手伝ってもらうではなしまるで歌人同様に奉ってあるではないかそれを裏切るだがその憎しみも長くは続かなかったあの7番さんがお呼びでございますと女中が前後引いたのであるよし 主人は現実に立ち返ってなお食後の一服をやったあとにやおら腰を上げたのであっただがこの時はすでに主人の心には一つの手段が整っていた彼は再び売却を迫る起業家の前を午前同様取り出したあと一度は開花の今に帰って今度は歌人の隙を見て前後に気を配りながら あのトーマくんの話した裏階段をまるで他人の家を泥棒が忍ぶかのようにそろりそろりと上がるのだったそして10分15分20分ばかり2階の便所に隠れていてやがて出てきた主人は「ああその顔色を音を説明しよう」「何を聞いたのか知ったのか今度は表階段から駆け上がって」 七番の部屋に強いて気を落ち着けて入っていった三万円よし主人はついに売ったのだった海流館は売られたのだ実家五千円にも満たるこの田舎宿はなぜかその六倍もの金を主人に持たした「冬馬さん ん主人の声は喜びに震えていただが答えはなかったそして離れをのぞいた主人の目には机の上に書き物もなく半ば開かれた押し入れの壁りもいつもの冬生くんの唯一の財産小型のトランクさえ映らなかった崔くんも見なかった 女中も知らなかった。3番の2人さえそれを聞いて驚いたのだったああ、冬馬くんの姿はもうこの町には見えなかったなぜだ喜びを分かとうとした者はすでにいない主人は 再び悲しい疑問を負わねばならなかった6「冬生くんはどうしたのであろうか?」主人は突然になぜ売ったかまた「かの5万円はどうなったか?」二階の便所において主人が三番の部屋で聞いたのは実に 次の数語であった当麻もかわいいやつよわずか半年ぐらいの触覚でともあれ万のつく儲けをさしてやるんだからなあいつのことだから少し親切にされるとそれがひどく苦になるんだでもこの恩返しは奇抜でいいや友人の中じゃ当麻が一番変わってるな あっちの起業家とかいうのがよく見つかったもんだ人生ってものが変になってくる金儲けをしようてほどの人間だよ電車の中だって台道の真ん中だってこんな耳寄りの話を逃がすもんか俺は詳しく知らないがどう持ちかけたんだい何松井のやつが当麻の手紙であの起業家をまず見つけて それから電車の中で聞こえよがしにあの5万円事件をしゃべったもんよ。誰に山田にさ山田を連れていたんだ。あの5万円を少々金がありゃ見つけ出すんだがとそんな意味よね。松井のことだからそこはうまいさ。やっこさん引っかかる。と今度は実はと松井が泥棒の友達で。 留置場で直接聞いた話にして、とうとうここまで引っ張ってきたんだ。<laughs> だが、少々かわいそうだな。何が奴ら、我々善良な人間の高潔を絞って、構うものかいこの時には、主人も実際そうだと思ったのだった。ここの主人も早く売りゃいいのにな。 自分も楽になるし、当麻も喜ぶはずなんだから。そうよ、もう売らなくちゃ。長引いちゃ、いくら起業家にしたって感づくからね。なんと、右の会話が示すとおり、当麻くんの友人だったのではないか。闇の中でどれほど主人が驚いたことか、客の投縮も、5万円も、みんな当麻くんのの 自分に対する今の貧しさの同情その結果だったのではないか主人はいつか海流館の現在をその動きの取れぬことを話していた時の聞いていた斗真君を思い出したそして今更ながら多感な青年に対して自分の言葉が取り返しのつかぬことのようにも食いられるのだったでも 海流は売売れれた。3万円で売れてしまった。しかもこの3万円は自分はもとより冬生くん自身にしても必然喜ばるべき代償ではないのかその冬生くんはなぜ逃げたかだがこの疑問は後主人夫婦が他に平和な生活を営み始めた頃当の冬生くんからの手紙によって解かれた。 しかもそれには、かの5万円のその後さえ記されてあった。その手紙を左に掲げて、この拙ない物語を結ぶことにしよう。あの時、突然僕が逃げ出したのは、あなたがいよいよ売却されることを知ったからです。あれが全部僕のいたずらであったことはすでにご承知でしょうが、悪気からでないとはいえ、 そんな考えを実行に移したのは僕として非常な間違いでしたあんな大変な結果になってもっといけなかったことはあの買い手に選ばれた実業家というのが実は僕には以前の恩人であったのですミスミス恩人に一杯食わせるそれも三万というお金です人間としてこんなことができるでしょうかでも ここととはのっぴきならぬところへ進んでいました。恩人があの敷石の下を掘り返すその時を想像しただけで僕はもういたたまらなかったのですでも逃げたとて僕の罪が消えるわけではありません僕は不安な日ばかり送ったのですあなたのところも知っていながら恩信もせず ところきのう僕はとうとうあの恩人に見つかってしまいました引っ掛けた当人に出くわしてしまったのです僕がどんなに恐ろしい思いをしたかだが喜んでください僕はその恩人の口から意外の事実を聞いてこうしてあなたにお手紙を書くような明るい気持ちにもなれたのですもう僕は晴天白日の身になったのです 驚いいてはいけませんよ。その事実というのはあの5万円が本当にあの敷石の下に埋められてあったのです理屈はとにかくこれは本当のことなのです惜しいことをしたと思われますかそれとも僕のいたずらを許してくださるでしょうか今の僕の喜びを共に喜んでくださるでしょうか いずれにせよ近いうちお目にかかるつもりでおりますそしてこの事実を小説にした僕の最初の本をお土産にする考えです